マディア・イズライ・レブナ・グリーンベルクは、ソビエト連邦のピアニスト、音楽教師。おそらく20世紀屈指のピアニストの一人であったが、ソ連時代のユダヤ人的士の風潮から、継続的で安定した演奏活動を阻まれ、西側諸国ではほとんど無名のままだった。オデッサにて、ユダヤ系のインテリゲンチャの家庭に生まれる。父親は、ヘブライ学の学者で、母親は、 ピアノ教師であった。18歳まで地元の名高い音楽教師、ダビド・アイスベルクに支持するが、その後はフェリックス・ブルーメンフェルトに入門。ブルーメンフェルトの没後は、モスクワ音楽院でコンスタンチン・イグームノフに支持し、1935年にソ連全国ピアノコンクールにおいて準優勝を果たす。ロシアピアノ学派の重要人物としての活躍が、 見込まれた矢先の1937年、夫と父親が人民の敵の楽園を押されて逮捕され、処刑されてしまう。グリーンベルカ本人も国によるマネジメントから外され、アマチュアのバレエ団の伴奏者として、時にはオーケストラのティンパニ奏者として、ここをしのがなければならなかった。その後ソリストとして再び名を挙げ、モスクワ中で、ひく手あまたのピアニストとなると、 レニングラードやリガ、タリン、ボロネジ、トビリシ、バクーなどソ連の各都市で演奏会を開いた。スターリン没後に50代を迎えると外国行きが認められ、合計14回にわたって演奏旅行を行った。そのうち12回はソ連の衛星国でのものだったが、2回のオランダ訪問は国を挙げての歓迎ぶりであったという。61歳の時、 グネーシン音楽学校の教授に迎えられるが、モスクワ音楽院の教授職や、チャイコフスキー国際コンクールの審査員席からは、締め出されたままだった。1970年に、ベートーベンのピアノソナタ全曲録音を収録した13枚組の LP を発表する。これは、ソ連のピアニストによる最初のベートーベンのピアノソナタ全集という触れ込みで売り出された。 1978年7月14日にタリンにて隠し、70歳の誕生日までわずかに2ヶ月半であった。前年、グリンベルクを辞職に追い込んだ、長本人である、グネーシン音楽学校校長のウラジーミルミーニンが、学校として団体葬を行うことを拒絶したため、文化省大臣クハルスキーの尽力で、その名声にふさわしい葬儀が取り行われた。 優れたユーモア感覚の持ち主として言い伝えられている。グリーンベルクの父性はイスラエリエブナであり、これはイスラエルの娘という意味がある。ソ連とイスラエル国の対立が高まった1967年、ソ連当局はイスラエル国を侵略者イスラエルと攻撃したが、この頃のグリーンベルクは侵入者の娘マリアですと自己紹介することが常であったという。スティーブン・ウィングラー。 インターナショナルピアノヤンフェブラリー2008ニュースキストスペシャリストメディアありがとうございます